UWA 世界6人タッグ選手権試合、チャンピオン土井浩二、熊五郎、伊藤貴則 VS チャレンジャー野沢論外、正田、藤田。UWA 世界6人タッグ選手権試合、なんとチャンピオンチームの方から仕掛けてきました。まだゴングが鳴っていないという状況です。東京グレンタに対してなんとチャンピオンチームあんこ型が仕掛けていったんですが、ここは藤田が止めすぎしいだ。いやいやいや、ケンさん、はい、意外なスタート。まあそれだけやっぱり東京グレンタが強者揃いだっていうのを分かった上での先制なんでしょうね。やっぱりキャリア、ね、これまでの経験値っていうのはもうどう見ても東京グレンタの方が上ですから、はい、ちょっと待ってください。もうクマが飛びましたよ。さすが隠れたルチャドール飛びましたね今ね。隠れたルチャドールなんですか、はい、前にやった時はこ あのブランチャーで足くじきましたけどもね、今日は大丈夫だった模様ですね。そうですね、結構アレハンドロ選手がですね、アレハンドロ選手もメキシコからやってきたルチャドールじゃないですか、はい、いつかあの純粋ルチャリブレマッチを熊五郎選手とやりたいってこと言ってるんですね。アレハンドロがですね、はい、アレハンドロが意識するほどのルチャドールって言っていいんじゃないでしょうか。なるほど、熊五郎選手は、はい、さあそしてその熊五郎から土井浩二にスイッチ。おお、土井浩二が熊五郎をリングラインに戻して、ここは土井久米の連携です。まあ現在レスリングのタッグ王座を保持する2人なんですが、あ、ちょっと熊五郎がスタミナ切れて追い抜いていった。ここは熊五郎ごといきましたね。はい、まあ、でもケンさん、はい、これは本当にいつものペースですよね。そうですね、これがいつもの土井熊のね、はい、まあ、あのデフォルトと申しますか、ね、はい、ですのでこれでだんだん調子が上がってくるんじゃないですかね、逆にね、はい、そしてその土井熊と共にベルトを保持するのは前リザルトチャンピオンの伊藤貴則ということになります。気がついたらこの3人チームあんこ型っていうチーム名がついてるんですね。そうなんですよ、昔シャドウ WX 選手と、マモス佐々木選手も同じチームあんこ型って名乗ってましたけども、かぶっちゃいましたね。ありましたね、ダーニオンプレスの、ね、タッグチームだったんですけども、ありましたね。ということは2代目チームあんこ型になるわけですね。そうですね、まあ、この3人だったらね、もっといい得てみようだなと思いますけどね、はい、まあ、いわゆるもともとはね、こう相撲用語といいますかね、はい、太った力士のことをあんこ型、痩せた力士をショップ型と、はい、いうことを言いますけどね、ダブルのショルダータックル、さらにレッグドロップと先頭の共演を見せてまいります土井熊。カウントは3人ともあれですよね、相撲経験はないですよね。ないはずです。ないはずですよね、はい、手元のデータではないです。ないですよね、はい、まあ、わんぱく相撲とかやった経験はあるかもしれないですけどね。そうですね、セカンドロープからのダイビング先頭の自爆、すかさず肩をつけに行くのが野沢論外です。さあこれタイトルがかかってますから慎重に行った方がいいですけどもね、そうですね、まあ、思えばですよケンさん、はい、1月28日野沢論外がもう藤田を後楽園に連れてくると、はい、勝手に宣言をして実際連れてきました。連れてきました、ね、そして UWA 世界6人タッグ狙うんだ、もうその時から言っていて、はい、これ1ヶ月半で実現してますからね。ようやくね、けど1ヶ月半ちょっと長かったですね。あ、まあまあそうですね、はいはい、ただそうやってね言った通りになってるわけですからね、はい、まあ、そこはやっぱり東京グレンタが今までどういった実績を積んできたかっていうのはちゃんとレスラーも分かっておりますので、これまでの実績をまあ考慮した上でこうやってチャレンジということになったと思いますけどね。そうですね、さあそして注目の藤田が入ってまいりました。これね、この3人トリを組むとき、やっぱり正田選手と野沢選手がかき回すだけかき回して、はい、最後ポイントをゲットするのは藤田選手って役割がちゃんとね立てられてるんですよね。なるほど、まあ、先月の後楽園ホールも8人タッグで、はい、最後は藤田がダイビングボディープレスでこの熊五郎から3カウント取っておりますからね、だから野沢正田だけにこう気をいってしまってはちょっと藤田選手にやられかねないですからね。はーはーはー、あっと、なんとただですね、そこは野沢と正田が足を引っ張って金的打ちつけたところ、今度は頭に打ちたという、そうですね、ただでさえね熊五郎選手は今痛風にかかっててね、そうなんです、大変な状況にあるんで股間が痛風になってるようなもんですよね、これね、もう全身痛くないところがないという、ないと、その中で勝利を目指さなければいけないですから、プロレスラーというのは過酷ですよね。そうですね、さらにここは伝部にキック正田です。さらにサミング、これ反則なんですが、本来はあの素早さのサミングを5カウント以内に取り締まることってできないですよね。できないですね、
マグロはこの表情です。痛みに耐えます。いや先ほどまでノサロンガイが捕まる時間長かったんですが、はい、気がつくともう東京グレンタイのペースと。まさにこれぞ東京グレンタイのやり方ですよね、はい。完全に熊黒選手が術中に陥っているという形ですよね。まあ、そしてケンさん、はい、正田はこういうサミング本来は反則攻撃なんですが、はい、自分の体力を使わずに相手にダメージを与えるという。そうなんですよね。あーっとここもスイング式のフェイスバスター、鋭い眼光ラリアットです。いつも見ても正田選手のラリアットの踏み込みは素晴らしいですよね、はい。まあ、そしてこの緩急見せてまいります。今度はキャメルクラッチ、まあ、本来はナックルパートも反則なんですが、まあ、正攻法と反則を織り交ぜてまいります。メキシコではカバージョと呼ばれる技ですね。ノサロンガイが口にしていたのが、はい、俺たちは世界中から需要があるんだと、はい、世界中で生き残ってきた、俺たちは勝っても負けてもいろんなところから必要とされてるんだ、それがレスラーとしての、まあ、器量器なんだ、そんな話しましたよね。いや本当におっしゃる通りですね、うん、それが世界に通用するということですからね、うん。そのノサロンガイ正田に対してクロスボディ、ただ今日はもう一人藤田がおります。山蹴り抱えてバックフリップです。そこはタッチしたいですね。そうですね、はい。コーナーで手を伸ばすのは土井浩二、ようやくスイッチです。まずは正田にぶちかましのサーロンガイ、そして藤田と1人で3人を相手にしてまいります。土井今度はボディスラム、おお藤田に対しても決めてまいります。ラリアット、いやこの土井の馬力すごいですね。いやまさにランニングワイルドですよね、これこそね。かなり気合が入っています。まあ、先月の後楽園ホール大会ではフォールを許した熊五郎に対してですね、はい、バックステージで張り手を見舞うというそんなシーンもありました。土井浩二です。緩く見えているようで土井熊って結構厳しいですからね。そうですね、はい。まあ、そうじゃないとやっぱり熊五郎選手が育たないですから、はいはい。サミングから DDT は正田、その勢いを一旦止めてまいります。まさに海戦山戦の強者なんですが、スパインバスト、正田の体が跳ねました。弾みましたね、ここで土井が伊藤にスイッチです。伊藤と藤田エルボー合戦、お藤田も引きません。ならばと右の中段蹴り、空手のバックボーンがあります。伊藤貴則受け止めてのサミング、ロープに走る、どうするか、パワースラム、正面衝突ではやはり伊藤です。まあ、伊藤としてもケンさん、はい、もうリザルトは失いましたから、うん、もうこの6人タッグのベルトが、はい、レッスルワンの最前線に踏みとどまるための手形ということになりますよね。そういうことになりますよね。まあ、それもあってね、今まで4度の棒に成功してきてますからね、はい。そしてこれはリバースチキンウィングですね、羽織りのような、はい、あるいはあれですね、キャトルミューティレーションになってますね、はいはい。そして土井くんはアルゼンチンバックブリーカーの共演、ダニエル・ブライアンが使ってた技ですよね。古くは長州力さんがまだ本名でやっていた頃に使ってたのがこのリバースチキンウィングですね。そうですか、長州力さん使ってたんですね、はい。さあ伊藤貴則がここは東京グレンタイの2人をサンドバッグ状態にしてまいります。それでも倒れない、あダブルのラップジャック、さあすぐここにいるんですよね、藤田選手が。ダイビングボディープレス、さあ1ヶ月前はこの技で熊五郎から3カウントですが、いや危なかったですね、なだれ込んでまいりました。この連携本当に東京グレンタイも鉄壁ですよね、ちゃんと藤田選手がボディープレス出しやすいところにねちゃんとセットするんですよね。しかしその藤田を捉えてのサンドイッチラリアット、さらにマッケンローとラリアット、今度は伊藤が入ってきてランニングロー、チャンピオンチームのカバーは完達完達。まあ藤田もちょっとこのレッスルワンで厄介になります、そんな発言があった先月です。ここで負けてしまうと居場所がなくなるんですが、おおダイビングセット、なんとノサロンガイ人を人と思わない扱いしましたね、今ね完全に。しかし伊藤がバックを取った必殺のジャーマンがあるんですが、さあバックの取り合いだ、
上げた、そこに土井が、あー誤爆、思いっきりラリアットを、これはまずい、伊藤に食らわしてしまいました。そうするとノサルンガイラポーズからシャイニングロンザード、ジャーマンの共演、ツープロトになった、腕を回す藤田、さあ伊藤に対して腕を回した、リング上1対1、倒れません。ステップ式の円切り、これは得意技、さらにあーブラインディキックカウンター、一進一退です。試合は10分経過、膝蹴りから水面蹴り、ランニングローキック、下段蹴り、どうだ、抑え込む全身で、しかしカウンター2、カウンター2、これ伊藤チャンスですね、チャンスです。さああとはジャーマン決めるだけですね。バックを取った、上げるか、やがった、ダメだ、サムソンクラッチ切り返す、がっちり足を固めて3カウント、やられた、藤田が取りました。チーム愛子型防衛ならず、東京グレン隊が新チャンピオンです。